お世話になっておりますマサルです。今回はウイルス対策ソフトの機能と検出方法について一緒に勉強します。今回学ぶ内容です。まずウイルス対策ソフトの機能についてお話しします。その後ウイルスの検出方法についてもお話しします。それでは始めていきましょう。いきなりですが、皆さんはどんなウイルス対策ソフトを利用していますか？ Windows の方は標準機能で Windows Defender ウイルス対策というウイルス対策プログラムを利用することができるので、わざわざ有料のウイルス対策ソフトを利用している人は少ないかもしれません。ウイルス対策ソフトは様々あるのですが、それらがどのような機能を持っているのか、代表的な機能を見ていきましょう。まずはウイルススキャン機能です。この機能は対象のファイルがウイルスでないかを検査する機能です。隔離機能はウイルスに感染したファイルをコンピューターに影響しない範囲に移動させる機能です。ウイルス駆除機能はウイルスに感染したファイルからウイルスを除去する機能です。これらの機能の実際の動きは後ほどおまけトークの中でお見せしたいと思います。次にウイルス検出方法について見ていきましょう。先ほどウイルススキャン機能についてお話ししました。ウイルススキャン機能は対象のファイルがウイルスでないかを検査する機能です。どのようにして検査するのか、具体的に方法を見ていきます。ウイルスの検出方法は大きくパターンマッチング方式とヒューリスティックスキャン方式に分かれます。パターンマッチング方式は定義ファイルと呼ばれる基地のマルウェアの特徴を記録したファイルと比較することでマルウェアを検出する方法です。この方法は基地のマルウェアをほぼ確実に検出することができるため、一般的によく利用されている検出方式です。しかし定義ファイルに記録されていないパターンのウイルスは検出することができないことが多いことには注意が必要です。さらに定期的に提供ベンダーからウイルス定義ファイルをダウンロードして情報を最新化しておかないと、ウイルスを正しく検知することができないことも注意が必要です。一方ヒューリスティックスキャン方式はマルウェアによる異常な動作を検出する方式です。普段と異なる異常な動作を検出するため、未知のマルウェアであっても検出できる可能性があります。さらにヒューリスティックスキャン方式は静的方法と動的方法に分かれます。静的方法では対象ファイルを動かさずにマルウェアと疑われるコードが存在するかを確認します。動的方法はコンピューターに影響のない範囲で動作させてみてマルウェアかどうかを判断します。ちなみに動的ヒューリスティックスキャンの方法をビヘイビア法ということもあります。それでは今回はウイルス対策ソフトの機能と検出方法について一緒に勉強しました。少しだけお知らせです。皆さんの応援のおかげで本動画シリーズが書籍になります。発売日は2023年9月26日。全国書店にて発売です。通信販売、電子書籍での発売もあります。詳しくは概要欄をご覧ください。それではおまけトークです。今回はウイルス対策ソフトがどのようにマルウェアを検出するのか一緒に見ていきたいと思います。こちらにマルウェアのテストファイルを用意しています。このマルウェアのテストファイルがどのように検知されるのか一緒に見ていきましょう。それではこちらのファイルをデスクトップに置いてみたいと思います。デスクトップに置きました。次に Windows セキュリティのクイックスキャンを実行してみたいと思います。クイックスキャンを実行しています。スキャンした結果、脅威が見つかりました。詳細を見てみましょう。すると見つかった脅威に対してどのようなアクションをするのか選択することができます。今回は削除を選択して操作を開始します。削除が完了したようなのでデスクトップをリロードします。するとマルウェアのファイルが消えました。このように Windows では Windows セキュリティを使って各ファイルをスキャンしてウイルスを検出することができます。クイックスキャンであれば比較的短時間で行うことができるので、皆さんももし時間があればやってみてください。それでは今回はウイルス対策ソフトの機能と検出方法について一緒に勉強しました。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。